礼しまちゅ。所長、また飯島からお電話でちゅ。はい。島中、秘書室の方で電話を聞かせてもらいました。4日間でちゅね。でちゅよ。わかりました。私の方から言っておきまちゅ。そうでちゅね。ごめんね、旦那。私のせいで、また旦那に迷惑がかかってるみたいだね。ありがとう、旦那。飯島から電話でちゅ。
なぜ飯島はこんなに電話をしてくるのでしょう。3番あたりだと気も楽なんでちゅが。え、まあ、まだアリス自体に大きい動きはないみたいでちゅよ。本部監査室の目もありまちゅから。はい、では。こればっかりはどうしようもないでちゅね。高弘。また隠れるの？ペコリ。所長が出ている間にまた飯島から電話がありました。今は手が離せないと言って断りました。いえ、これも私の仕事でちゅからいいんでちゅ。でも相変わらず飯島は嫌なやつでちゅ。何か言いました？
チェックいたちまちゅ。OK でちゅ。どうかしまちた？はい、おやすみなちゃいまち。所長、所長、起きてください。所長、所長、所長ってば。な、何を言ってるでちゅか。どんな夢を。そんなことより、また飯島から電話でちゅよ。それは飯島に言ってください。まったくもう。あんな対応して大丈夫でちゅか。世間話というか。時差で向こうは日曜になったばっかりでちょうけど。わかりました。3時間後に起こさせてもらいまちゅ。わかりました。
起きられましたか？どうぞ、コーヒーでちゅ。武器の受注が 3% 増えた他に、依然アリスに大きな動きはないでちゅ。はい、人員も合わせて増えているので問題視されていまちぇん。大丈夫でちゅ、私にお任せくだちゃい。所長のお友達までとはいきまちぇんが。いえいえ。